はいどうも皆さん、モアイです。ということでね、今日もドリブル練習をやっていきたいと思います。金玉腫れちゃった、ダムダムダムバカ野郎ということでね、やっていきたいと思うんですけれども、ツーボールドリブルをやるときに一つ注意してほしいのが、下を見ない、前を見る、人生は前を向いて歩こうということでね、ツーボールドリブルは必ず前を向いてやりましょう。で、昨日の動画を見てもらった人は分かると思うんですけど、パワーポジションで必ずやりましょう。で、ドリブルは強くということでね、早速紹介していきたいと思います。それではやっていこう。それでは第1種目目は、普通にドリブルを強く強く、腰の高さで強く強く強く、実際強くついていくとね、この腕が結構しんどくなると思うんですけど、これをね、強くつき続けることによって強いドリブルになれるので、で、あとは前を向いて皆さんやってみてください。それではね、次のメニューやってみましょう。次はね、さっき両方一緒だったんですけど、リズムを今度変えましょう変えましょう。これで強くドリブルをついていきます。それでは早速やってみましょう。かなり腕きますね。いいですね。ということでね、腕がきついうちにね、どんどん次のメニューへ追い込んでいってみましょう。それでは次のメニュー行ってみましょう。3種目目ということで、今度は足を少し、肩幅より少し閉じてもらって、で、ボールを前後前後に動かします。これ横から見てもらうと、前後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 で、必ず前を向いて早く、これをね、強く早くやってみてください。でね、これがもし簡単にできるよっていう人は、今度ドリブルのリズムを逆にしてみてください。右は前へ行ってる時、右は前へ行ってる時、左は後ろへ行くっていうリズムでね、これも結構いい刺激になるので、ツーボールドリブル練習してみてください。ドリブルは常に強くね。で、今交互にやったので、次のメニューをまた紹介していきます。はい、皆さん、次のメニューは正面を向いてもらって、ドリブルを中外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 のリズムでドリブルをついていきます。で、これね、できるだけ早くやってみてください。それでは早速やっていきます。でね、これも今のは外内外内外内だったんですけど、今度は今のを両方同じ方向でやっていきます。きついですね。やっぱ腕がきつくなるぐらいドリブルは常に強く、これ柔らかくついててもね、全然きつくならないんでね、常にこの腕がきつくなるぐらいで、もう息が上がるぐらい
強く。で、顔が下がってこないようにしっかり前を向いて、次のメニューへ行きましょう。はい、次のメニューはですね、今紹介したメニューを全部10秒ずつで変えていきます。で、自分の中の秒数カウントでも、誰かにタイマーをかかってもらうでも全然 OK なので、僕は自分で10秒カウントをしてどんどん変えていきます。で、これね、連続でやっていくのでかなり腕がきついと思うんですけど、まあ試合前のルーティンなんかに使うのもね、結構いいと思うので、皆さんも意識してみてください。それでは顔を前向いて、それだけを意識して、あとはドリブル強くパワーポジションでやっていきましょう。それではやっていきます。結構きついんですけど、練習前によく僕らもやったりします。僕らのチームでは結構やってる子は練習前いますかね。やっぱりね、きついんですけど、1日空いたりちょっと間空いちゃうとドリブルの感覚もね変わってきちゃうんでね、そこら辺も加味して、まず最初にボールを触って、それからシュートだとかに行く選手も、まあもちろん最初からコートに入ってシュートを行く選手もいるんですけど、まあ例えばコートインして最初にやるメニューだとか自分で決めてもらって、今のやってみましょう。それでは次のメニューを紹介していきます。次はですね、2ボールのクロスオーバーということで、2ボールまたついてもらって、この時にボールを入れ替える、ボールを入れ替える、ボールを入れ替える、ボールを入れ替える。これ慣れないうちは少し下見ちゃうと思うんですけど、慣れてきたら必ず前を向いて、で、まずやっていこうと思います。で、これね、もしだんだん慣れてきて余裕だよっていう方は、連続、もう変えたらすぐそのまま返して、連続でボールを交互にクロスしてみてください。はい、ということでね、2ボールドリブル、これね、結構いろんなメニューがあるんですけど、本当にごく一部なので、これ紹介しているので、どんどんいきます。それでは次のメニュー。次のメニューはですね、今、クロスオーバーだったと思うんですけど、今度は片方の手をレッグスルー。で、もう片方の手をクロスオーバー。最初はじゃあ、皆さんの左手をクロスオーバーで、同時に右手をレッグスルー。スローで、同時にやっていくと、こういう感じになります。で、入れるときに少し足をずらしても OK です。少し難易度が高いと思うんですけど、できるだけ連続でできるように皆さんも頑張ってみてください。それでは早速やっていきます。
これね、もし少し余裕だよっていう子は今度は入れたのを戻す。前はずっと右手と左手でクロスオーバーなんですけど、レッグ入れたら戻す、前から入れて戻す、前から入れて戻す、逆も同じ、レッグ入れて戻す、レッグ入れて戻す、レッグ入れて戻す、レッグ戻す、レッグ戻す。一応連続でできるので、こういう感じでね、どんどん自分で難易度を上げていってみてください。かなりね、最初は難しいかなと思うんで、特にツーボール触り慣れないうちは難しいと思います。で、僕もね、今だんだん知らないうちにね、下向いちゃってたんで、そこをしっかりね、慣れてきたら、最初はまあ こんな風に見てたらそれはまずいですけど、若干やっぱ前を見る意識を残して、例えばこのカメラのある位置に誰かいてもらって、こう1とか2とか数字を指で出してもらって、それを声に出して言えるように、ドリブルの合間合間に前を見る癖をつけるだとか、やっぱり前に誰かがいるとそれで意識することができたりだとかで、どんどん良くなると思うので、次のメニューへ行ってみましょう。次のメニューはですね、今このレッグスルーだったんですけど、次フロントとビハインド、フロントとビハインド、フロントとビハインド、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 片方フロントのクロスオーバー、もう片方はビハインド。これをね、意識して、意識してじゃないな、頑張ってミスしないようにね、しっかりパワーポジションでやっていきましょう。こうやってミスが起こることは当然なのでね、何度も自分でチャレンジ、で、さっきも同じようにレックスルも入れて戻したんですけど、ビハインドも連続でできます。これも連続で、少し状態高くならないようにこの状態のまま連続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 。ということでね、自分でどんどん難易度を上げて、できることはね、いつまでやってもできるんでね、できないことにチャレンジする精神と、あとはできるようになって、ある程度できるようになってきたら、一つのことを極める努力だったりするのが、自分の範囲を広げてくれたり、他のことへのね、理解にもつながるので。それでは皆さん、次がラストメニューです。ということで皆さん、ラストメニューは一番最初のツーボールを最初から最後までやったのと同じ理論で、次はフロントレッグバック連続です。フロントレッグバック、フロントレッグバック連続です。これをフロントレッグバック、フロントレッグバック、フロントレッグ、これが結構リアルです、練習の。これを連続でやってみましょう。それでは連続でやってみます。でね、ずっと同じレッグスルーに慣れてきた、要は右から入れてずっとまた右から入れてっていう練習をやってると刺激が来ないんで、右からレッグスルー入れた時、次の Z ムーブ、これ Z に動かしてるんで Z ムーブって言うんですけど、 Z ね、 Z ムーブの2ボール版なんですけど、右から入れたら次のムーブは左から入れる、こういう意識でねやると、また自分で脳で考えるんでね、その余裕がない中でも常に考えて考えて難しいことをやり続けることで余裕が出てくる人もいますし、もちろんワンボールだけで練習している中で全然良くなる人もいるので、やっぱりね、そこら辺は常に自分で
自分の最良の方法を見つけていってください。それでは連続デッドムーブ。皆さんどうですか？結構難しかったんじゃないですか？これはね、今コロナウイルスで大変で、家の、まあ、前だとか公園だとか、僕は今実際公園の側道でやってるんですけど、そういうところでもね、全然できる、できるメニューなので、やっぱり自分で常にもっと上手くなってやろうとか、もっと良くなってやろうっていうね、向上心を持って皆さんも頑張ってみてください。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。参考になったよ、これからもモアイズム会員になりたいよっていう方はいいねボタン、モアイズム会員ボタンを押してみてください。ありがとうございました。 See you bye。 ドリブルを一回離します。でこの離してバウンドしてる真下をクロスオーバー、真下をクロスオーバー、クロスオーバー、クロスオーバー。最初は高くていいです。最初は高くていいですけど、慣れてきたらだんだん低く、次ね逆、今のと同じ逆でバウンドしてる間に真下、最初はリズムが全然わかんないと思うんですけど、これも繰り返し繰り返し自分の中でどういうリズムでやったらいいかだとか、高さをどんどん低くしてみたりだとか、強度を上げながら自分のスピードを上げてみてください。